かっこいいですね、これは。どこに住んでるの？うん、え、それだとじゃあ、12時とかまでいたら帰れないんじゃないの？おー、かっこいい。すごい。いや、これはすごいですよ。かっこいい。ああ、はいはい。オールは一応ずっと、なんだっけ、バーテンは募集してるよ。かっこいい。うん、ちょっと嬉しい。未経験だと多分ダメかな。もしかすると経験者募集ってことなのかもしれない。率先力みたいなことをこうやってやるかもしれない。折り返しがするんですよね。こういうゲームは初めて。泉はここが折り返したんですね。そう。くわ。男性女性。こういうのは初めてなんですよ。折り返しの部分。女性さん探してると思う。泉の方は。どういう風に見てる。うん。まあこういう風に。要するに、まあ男性スタッフでも僕は構わないんだけど、まあなんかほら当たりが柔らかいのと、まあ元々バーテンダーがねできるっていうんだと。うん、話が多分また違ってくるんだろうけど、まあ、一応聞いてみたら、いいね、その、まあ、近所さんの方に、はい、ね、うん、まあ、探してないことはないから、あ、取れました。例えば、フルで出られますね。もう結構な年齢の方ですけど、そう、昔なんだっけ、シャープ&フラッツとかに、はい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 、いたんだけど、はい、その方がなんか教室に転がってたからなんです。これがですか？見たことないメーカーで、ボロボロだからさ、これマニアは結構5万円ぐらい出して買うかもしれないですよ。スズドラムって書いてあるんですけど、東京なんかヴィンテージブームだってね、はい、なんか言ってましたもんね。こういうドラムのメーカーは知らなかったですけど。そう、前のライブでね、キャメルっていうのを命名した人が、ウーちゃんっていう人がっていうのが来ましたが、この方です。キャメルスクラッチホールドっていう、あ、僕がこれつけたんだっけ。もう忘れてます。ずいぶん前ですね。キャメルスクラッチ、そうキャメル、いつもね、なんだっけ、プロフィール写真とか必ずこういうポーズを撮って最近やめたらしいです、ね、やめ、恥ずかしくない。ずっと続けてほしいと思いますね。Thank you.